special week. FM1807 黒岩がお送りするファイショット、ファイショット。さあお待たせしました。今日のゲストは中日ドラゴンズ荒木正弘さんです。こんにちは。あ、普通、すごい普通です。どうもどうも、こんにちは。こんにちは。いやいや嬉しいですね。今日は本当にようこそ来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあドラゴンズね、もう本当53年ぶりの日本一を決めてくれて、そしてご自身では盗塁王ということでおめでとうございます。ありがとうございます。やっぱり盗塁王っていうのはね、こうやっぱり本当に俊敏なこうアスリートしか取れないなというふうに思うんですけどね。どうですか、取ってみて、なんか盗塁王を取っちゃったっていうのは。取っちゃったって感じですね。でも本当に本当にそうですか、はい、なんかこう、あ、気がついたら取れちゃったみたいな。まあでも最後の方はもう狙ってましたけどね、はい、ああでもこう日本のね、こう日本一争いしてる中でのそういった部分っていうのは非常に大変だったんじゃないかなとも思ったんですけど、どうですか。まあシーズンは優勝してませんから。あ、なるほど、はい、なるほど。そうですね、2位で上がってのクライマックスシリーズ見に行ってましたよ。ずっとこう番組は7時に終わるじゃないですか、はい、7時に終わってで急いでタクシーとか電車を使って行って、はいはい、クライマックスシリーズのタイガースでやった時の第一戦の時、はい、もう初回ですごい点入ったっすよね、はい、であれで、あれまだ2回裏かと思って、その後2点入ったっすよね。入りました、はい、その2点のシーンをちょっとだけ見て、そこからずっとゼロでしたよね。そうですね、長かったですよ。2回裏ぐらいから行った時のあの試合のね、クライマックスシリーズは。でもよかった、よかったですね、勝ったからよかったですね、はい、そしてつい最近ではですね、星野ジャパンのね、北京オリンピックのアジア予選の方も見てましたよ。あれはテレビ観戦で、はい、荒木選手が出ると必ず点が入る、はい、最終戦の第3戦の台湾ね、対日台北でやった時には、はい、ちょっとホーム踏む時に笑ってましたね。見てましたよ僕は。ちょっとね、点差がありましたから。そう、点差がありましたし、余裕でね、はい、あ、やっぱ俺出たら入ってきちゃったなみたいな感じで、でその後チェンジになった時にすぐにバットを4本持ってグローブ持ってベンチの下に入ってきましたね。あれテレビで見てましたけどね、あれもう仕事終わりって感じだったんですか。映ってないと思ってましたけどね。あ、映ってましたけどね、はい、すいません。いや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 、でもね、そういうことで大活躍なね、今日はね、荒木さんが来てくれたんですけど、クイズダイブショックというのをやってもらいます、はい。これはどんなアーティストの方もね、必ず通る道なんですけど、はい、今から1分間に12問の問題を出します、はい、もし荒木選手全問正解しないと、はい、ダイブショックを受けるでしょう。あ、はい、というリアクションです。すいません、わかりました。じゃあ行きましょう、はい、荒木選手にクイズダイブショック。あなたのニックネームは。ほら、あなたのラッキーアイテムは何。トランプ。プライベートで仲良しな選手は誰。福留。あなたを癒してくれるものは何。車。今年1年を漢字一文字で表すと。山。熊本と名古屋で一番の違いは。空気。憧れの人は誰。キョンキョン。来年に向けて準備していることは。ウェイトトレーニング。名古屋弁で一言。では、ここの放送局名は。 FMI1807。 パワーミックスの DJ は誰。クロちゃん。この番組のタイトルを俺流に言ってください。クロちゃんのパワーミックス。無理無理でしたね、最後俺流に言ってくださいという、この振りが無理でしたね、うん、いやいやいや、でももうね、いきますけどね。じゃあいきましょう。まずニックネームはトラ。トラ、これホームページの中で見てますけど、はい、いつぐらいからトラだったんですか。これは12年前、入った1年目。なんかきっかけがあったんですか。今の選手会長の井上和樹さんが決めました、はいはい、ああ、なんか理由があったんですか。トラのように鋭かったとか。そうですよ、前荒木、はい、サダトラさんっていう芸人の方、はい、いらっしゃいましたよね。荒木サダトラ、どんな芸人でしたっけ。ちょっとなよなよっとした感じの、はいはい、そのトラです。え、じゃあ入った当時ちょっとなよなよってしたから、その荒木サダトラさんに似てるからトラだったんですか。そうです。そのシャープな盗塁王の何て言うんですか、ルーイーをゲットしたりとか、体の守備のトラではなかったわけですね。まあでもすぐもう
その虎っていうのはなくなるだろうなと和樹さんも思ったらしいんですけど、ここまで定着するとは思ってない。ああ、でも今となってはいい肉でみたいなやつか。そうですね、短くて。うん、でもだから、マサヒロ、マサ、ね、マサっていうと山本マサさんもいるし、はい、ね、はい、で、かといってヒロって呼ばれるのもなんとかなと思いますもんね。そう、ね。じゃあみんな虎虎ですか。大体そうですね。そうっすか。じゃあ僕たちもこれがトロですね。お願いします。わかりました。今年一文字のこの漢字が山っていうのはね、やっぱり気になりましたね。はい、俺はなんか通りこう盗むみたいなね、はい、あとは王とか、はい、まあ、日本一も取って、はい、アジアチャンピオンにもなって、はい、取るようにもなってということで、はい、でこの山って、山ってどういう意味だと。まあいろいろなことがありましたから、はい、こう山を登るように。あー、シーズン長いシーズンでちょっとこう、はい、出れなかった時期とか、きつい思いをして登って、はい、うん、最後のクライマックスから日本シリーズにかけて下り坂を下っていったっていう。ああ、なるほどね。そういう一年が大きな山だったということ。ということですね。あ、素晴らしいですね。山だ。あとは熊本地元、はい、もう僕なんかもね、あの九州の方で熊本大好きなんですけど、はい、空気の違いっていうのはこれちょっとだいぶ大きな話だなと思ったんですよ。まあいろんな意味があるんですけど、うん、熊本は、うん、僕特に田舎育ちなので、うん、周りが山があって、うん、あ、空気が良かったと、空気がいいっていうのと、はい、まあ、それ以外のやつは、うん、あの想像してください。ああ、なるほど、はい、想像してください。荒木さんのその空気の違い、はい、広いですね。広い意味だよね、結構ね。ああ、やってください。そしてキョンキョンっすか、はい、なんか野球選手出てくるかなと思ったら、荒木さんキョンキョン可愛いっすよ。俺生で見ましたけど、やっぱりその椅子に座りましたよ。マジですか。そのヘッドホン使いましたよ。どこですか。そこですよ。だから今座ってるとこですよ。本当ですか。本当ですよ。どうしますかこれ。いやーねー、はい、そこでもうキョンキョントークをしてくれたわけですよね。あ、いやー、やっぱ憧れますか。憧れますね。その椅子盗まないでください。いくら盗塁王でも FMI 社のキョンが座ってる椅子は盗まないでくださいよ。こっちにしておきます。あ、ヘッドホンに、はい、OK、分かりました。それはもう持っていていただいてもいい。シェイクです。つい最近ね、でもそのヘッドホンは荒垣結衣さんが使いました。ああ、ガッキー僕あんまり知らないです。わかりました。それはやりましたね。OK です。あとは来年に向けてウエイトトレーニングということで、はい、やはりあれですか、また来年活躍するためにはアスリートとしてどんどん。そうですね、ちょっとうん、もう30も過ぎたことですから、うん、ちょっと今まであんまりやったことなかったので、あ、ちょっとずつ増やしていこうかなと、はい、思いました。はい、でも30、今何歳ですか。30です。30ですか、はい、見られないんじゃないですか。もうちょっと若く見られるんじゃないですか。そうでもないですよ、上に見られたりしますし。今日なんかプライベートの格好だとね、30というよりまあ、まあ、確かにね、長身ですし、はい、大人っぽいって大人っぽいですけど、はい、ねえ、なんか若々しい感じもしますから。さあ、もういろいろ話聞いてきたんですけどね、ちょっとここで、一度ちょっと時間が来てしまうので、まだまだ荒木選手ね、見ていただくんですが、じゃあここでコーチ情報 FMI1 トラフィックです。